はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、目の前に見えておりますこちら、焼き丸くんをセットいたしまして、焼肉の案件動画でございます。ありがとうございます。結構ね、大食いの YouTuber さんがやっている厚切り牛タン絆という、まあ、ショップの方からですね、本日はご連絡をいただきまして、極上厚切り絆牛タンというこちらのね、商品を本日は約3キロほど、まあ、10パックですね、いただいてまいりました。で、そちらの商品ね、他の YouTuber さんにも聞いたんですけど、なんかね、めちゃめちゃうまいらしいんですよ。なので、そちらの牛タンをいろんな調味料だったりとか、もちろんね、白いご飯もちょっとではあるんですけど、用意しましたんで、至極の厚切り牛タンセットで本日はね、楽しんでいこうと思います。ちょっとね、まだ食材の準備をしてないので、一旦キッチンの方でね、食材準備してからまたこちらの方へ戻っていきたいと思います。ということで、本日はね、こんな感じで完成いたしました。いや、めっちゃあるよこれ。やっぱり量あるんだけど、もうね、ものすごいうまそうなんですよ。で、今回はせっかくなんで、お肉だけじゃなくて、上に、まあ、白髪ネギをちょっとごま油で和えたものと、まあ、パラパラっとこれ青ネギを散らしまして、見た目も良くしてみました。いや、もう持ってる時からめちゃめちゃお腹空いてて辛かったんだけど、やっとね、準備ができたので、早速ね、いただいていきたいと思います。いただきます。全然まだ温まってないと思うんだけど、ちょっとひとまず牛脂引いちゃおうか。もうちょっと我慢できないんで、1枚焼いていっちゃいましょうか。めちゃめちゃ厚切りなんですよ。いきましょう。いい音。焼いてる間にね、ちょっとタレの準備ということで、今回はこちら、塩ダレに以前コラボさせてもらったホルモン島田さんからいただいた、これ島田さんの塩でございます。で、本日ね、こちらの産地も用意してありますんで、合わせるためのコチュジャンと、まあ牛タンには定番のね、こちらのレモンも準備させていただきました。この牛タン結構厚切りなんだよね。しっかり焼いていった方がサクサクしてうまいかな。めっちゃうまそうだけど、この待ち時間きつよいしょ。おー、もうちょっと焼き目つけた方がいいんだろうけど、もう我慢できない。やばい、よだれが止まんなくなってきたわ。これ上から見るとやばいね。絵力がすごいわ。じゃあちょっと焼けてるものから先に取ってって、で、空いてるスペースに追加と。もう3キロもあるから、どんどん焼いていかないとちょっとね、間に合わないね。とまずね、これ焼きたての牛タン、こんな感じでございます。めちゃめちゃ分厚いわこれ。まずはね、何もつけずにそのままいただきます。うーん、うまっ。またこのベースの塩だれの味付けがものすごくいいわ。うーん、ちょっとご飯、うん、やべ、ライスめちゃめちゃ合うわ。またね、こんだけお肉厚切りなんですけど、しっかりジューシーで結構ね、柔らかいんよ。やっぱね、結構牛タンの大食いをするときって、お腹よりも先に顎が疲れがちなんだけど、これだったら全然いけるな。うんまっ。これタレとか調味料用意したけど全然いらないわ。もうこのままで十分。大食いのみんなはこれ食ってたんか。ずりーな。今回はね、焼肉プレートで焼いてるんですけど、フライパンでももちろん調理 OK みたいで、その時はね、このごま油とかを引いて一緒に焼いたりするとよりね、美味しく食べられるそうなんですけど、今回はね、ごま油引いちゃうとこれ下にね、落ちちゃうプレートなんで、こっちのネギでごま油あえましたんで、これと合わせて食べていこうと思います。そしたらね、続いてこちらの自家製のネギ乗せましていただいていこうと思います。うん、これネギが合うのはもちろんなんだけど、ごま油がめちゃめちゃ合うわ。やっぱ自宅でさ、なかなかこの牛タン、しかもこんなに厚切り食えることないから、たまんねえな。うーん、あー、うめえ。味付けも癖のある味がないんで、これ嫌いな人いないと思うんだよな。うん、うまっ。そしたらこのあたりで定番のこれレモン絞ってみましょうか。どう変わるかっすけど、いただきます。
まい。この牛タンね、見てもらうと分かると思うんだけど、結構ね、サシが入ってるんで、油もしっかり出るんすよ。なので、そこにね、レモンガッとかけると、めちゃめちゃ合うわ。実はね、今日の撮影の他にも、2パックね、ちょっとお家用に耐えておりまして、おそらくね、今日の夜もこの牛タン、我が家には出てくると思うんすけど、もう全然お願いしますって感じ。もうね、2食連続でも余裕っすね。しかもまたこれから夏だし、バーベキューとか始まるでしょう。そういった場所にね、この牛タン持ってってもいいと思うんだよね。そしたらそろそろこの辺りで3つ使って食べちゃいましょうか。タン挟んで、で、ここにね、用意したコチュジャンをちょっとつけまして、こんな感じでいかがでしょうか。絶対うまいでしょう。いや、サンチュものすごい合うわ。焼肉だからと思って今日ね、サンチュ用意したんですけど、僕もね、正直半信半疑だった。だって牛タンにさ、サンチュ合わせることないじゃん。でも、しっかりね、塩だれの味もついてるし、油も結構あるんで、このね、サンチュの感じにものすごく合うのよ。やっべえ、忘れてた。ビールがね、ひとまずこちら持ってきましたんで飲んでいきましょうか。この牛タンをいただいてから、うまっ。なんだろう、やっぱこの焼肉にビールって鉄板だよな。今日もまだね、撮影お昼なんですけど、1日最高でございます。ただもうほんと残念なことに残り4分の1ぐらいしかないんだわ。もう終わっちゃうんだ。ちょっと食うペース早すぎたかも。これね、両面に焼き目がつくぐらいしっかり焼いて、もちろんコリッとしてうまいし、焼き目がつかないようにじっくり焼いてあげると中までね、このジューシーな感じに仕上がって、ちょっとね、焼き方によっても本当に同じ商品でちょっと違う食べ方というか味わいができるんで、これお好みでね、皆さんもちょっとやってみてください。この辺りでですね、ちょっともうご飯もなくなりそうでございます。なので僕といえばということで、本日はつけ麺をウーバーイーツさせていただきました。まあ焼肉といえばね、冷麺とかもあったりはするし、麺類もねしっかりと相性いいですから、ちょっといただいちゃいますか。うん、麺いいね、合うよ。牛タンは焼いてる間結構時間が空くと思うんで、皆様にもね、合間に麺おすすめします。これでつけ麺とご飯も完食ですね。結局今日さ、結構調味料用意したんだけど全然使ってないわ。あのね、いらない、マジで。そのまんまが一番うまいかもしれない。それぐらいね、お肉自体の旨味も味付けも完璧なんだよね。そしたらこちらね、最後の一枚の牛タンちゃん焼いていっちゃいましょう。いや、あっという間だったな。うわ、そしたらこちらですね、最後の牛タンいただきたいと思います。あー、うまかった。はい、ただいまですね、牛タン3キロ完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、極上厚切り絆牛タンを3キロいただいてきましたが、まあね、もう動画の中でもお話しした通り、めちゃくちゃジューシーで柔らかくて、なおかつすっごい厚切りなんですよ。やっぱりね、この食べた感もしっかりあるし、何よりも美味しい。これがね、重要だなと思いました。いやもうね、本当に僕が思うその重要度、すべてクリアした最高
高の牛タンでしたので、ぜひねこの動画を見てくださった皆様にもこの絆牛タン食べてほしいなと思うんですけれども、今回こちらの動画を見てくださった視聴者様だけ特別に割引のねクーポンをいただきました。詳細はですね概要欄の方に記載がございますので、この動画を見てね食べたいなぁと思ってくださった方はぜひこちらの概要欄の方からお得なねクーポンを使ってこの絆牛タンぜひ食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またサブチャンネルの方でもゲーム実況等も始めておりますので、ぜひそちらもご登録ください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。